おはよう前橋から。皆さんおはようございます。7月1日木曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから元気よくお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。おはようございます、木村豊です。はい、今日は木村豊さんと木曜日元気よくお送りしてまいります。よろしくお願いします。さあ今日から7月で下半期スタートですね。はい。そんなにテンション上がる？7月やったーみたいな。上げてるんですよ。なんでだよ。もう半分終わっちゃったという悲しみを俺は今抱えてるんだよ。だからちゃんと半年すればよかったのに、タカさん。もうじゃあしょうがない。食べて寝て食べて寝てって。しょうがない、出かけられなかったんだから。俺のせいじゃねえだろ。それがなくても出かけないでしょ。やめろやめろ。いや本当に下半期がスタートということで、うん、まあちょっと土砂降りからのスタートなんですけど。ほんまよね。まあ、梅雨らしいといえば梅雨らしいですけどね。すごい雨じゃない。あの昨日は6月の降水量の中で一番多かったみたいですよ。あ、そう、はい、急に梅雨来た。急ですよね、今週入ってから。梅雨、うん、はい、ね、まあ、あの下半期の大イベントといえば、まあ、オリンピックということで、うん、残り22日だそうです。あ、そう、はい、正確に言うと22日と12時間です。どうなるんかね。やります。やるでしょうけど、ほら、まん延防止のあれが伸びる伸びないの騒ぎしてるでしょ。あー、そっか。どうするんだろうね、観客入れるのか入れねえのか、まだ騒いでるもんね。もう時間ないですから ね、 ね、大変だよ ね、 ね、チケットだってね、抽選とかもね、間に合うのかちょっと不安ですし、ね、まあでもとりあえず残り22日、うん、そして聖火がですね今日から千葉に入りました。はい、残すは千葉、茨城、埼玉、そして最後東京ということで、ね、3ヶ月ぐらいにわたってということで、いよいよね東京に来るということで、こちらも楽しみです。下半期おはよう前橋からおともにぜひよろしくお願いします。はい、豊さん、はいじゃないです、豊さんもよろしくお願いしますって言うんですよ。よろしくお願いされました。なんてよ。なんで豊さんリスナーの立場にいるのよ。皆さんおもてなしするんですよ。あ、嘘、そうですよ、おもてなしですよ。急にオリンピック絡めるなよ。あ、ちょっと上手かったな。ちょっと冴えてるから。豊さんの口からお願いします。何を。歯からお願いします。あ、お願いします。はい、うわー、振らなければよかったです。すいません、うちの豊さんが。よろしくお願いいたします。それでは今日のメールのテーマどうぞ。携帯電話の思い出。はい、今日は携帯電話の思い出です。例えばどんなメールいただきましょう。まあ、使ってた機種とかさ、まあ、今日あれらしいんですよ、 PHS とポケベルのサービスが開始された日らしいので、まあ、なんかそういうの使ってた人とかね、そういうのでもいいですよ、携帯じゃなくても。うんうん、うん、PHS、うん、ポケベル、携帯、スマホ、うん、皆さん初めて使ったのはどれですか。うん、知りたいね。あとこんな機種が出た時驚いたとか、うん、知りたいですね。知りたいですね、うんうん、もちろん他の携帯エピソードとかでも、え、全然 OK ですんで、はい、送っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、それでは時刻は7時29分を回ります。下半期皆さんどうぞよろしくお願いします。木曜日スタートです。いってらっしゃい。時刻は7時49分、おはよう前橋からお送りしております。今日のメールのテーマはこちらです。携帯電話の思い出。はい、今日は何の日なんですか。今日ね、 PHS とポケベルのサービスが開始された日らしいですよ。なるほど、うん、あーちゃんね、あんまり PHS とポケベルがちょっとよく分かってないんですけど。はいはいはい、はい、そうなんですよ、うん、じゃあ皆さんから、まあ、携帯電話についてメールいただきたいと思います、どうぞ。じゃあ高崎パパです。パパおはようございます。初めて手にした携帯電話は PHS、 いわゆるピッチというやつでした。ピッチ、うん、略してピッチ。なんかギターのあれかと思った。ピックな。
電波が届く範囲が狭く、山間部に行くとつながらなかったり、公衆電話ボックスを占領して長話をする人がいたりして、いろいろ問題も多かったけど、料金が安いことが魅力でした。アイサイトの連絡用に持たされてたけど、内蔵のダンジョンゲームばっかりやってたような気がするなぁといただいております。PHS パパさんも言ってるけど、なんですかこれは。携帯だよ、だから携帯の、だから簡易版みたいなんだと思えばいいんじゃない。どういうこと。範囲が狭いつうか、安くて料金がピンときてないな。だから当時の携帯ってのは結構高かったわけよ、通話料金が。はいはいはい、先生言ってた。そうでしょ、うん、だけど PHS の方が安かったわけ。通話料金が安い分だけ電波が届かねえっていう。なるほど、だからパパが言ってるのか。基本圏外みたいなさ。そうそうそう。だから形とかは一緒なの。ほぼほぼ一緒、ま、一回りぐらいちっちゃかったかな、イメージとしては。え、ガラケーの。ガラケーのちょっとちっちゃめっていうイメージね。折りたたみで。折りたたまないの。折りたたみ自体がない時代だもん。はい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 、があって、うん、で割と大人は携帯を持ってたわけよ、結局使うお金あるから。だけど、うん、学生は持てないから、学生はもうピッチ持ってなさいみたいなのが結構主流で、中高生が持ってるイメージだったかな、PHS は。なるほど、うん、だから範囲が狭いからさ、全然繋がんねえから全然話せねえみたいなさ、家の中いてもさ電波探さねえと電話できねえの、おいどうだよみたいなさ。それで PHS 会社がさすがにそれじゃマジっつんで、その電波を拡大できるなんかそのホームアンテナみたいなのを販売だか貸し出しだかしてて、うん、それを置いておけばその範囲、家の範囲ぐらいだったらめちゃくちゃ電波いいよみたいなさ。あ、じゃあ今で Wi-Fi みたいな感じそうかな、そういうのがなんかあってさ、うん、それに接続して電話するみたいなしてたよ。え、順番的にはポケベルと PH、うん、全然ポケベルの方が先だよ。ポケベルの方が先。ポケベルが先なんだ、うん、ポケベルなんて昔はあれでしょ、本当に呼び出すだけの仕事で使うやつだったんだよ。なんかさ、ポケベルよくこのメールでも出てくるんですけど、うんうん、なんか暗号打つんでしょ。暗号あ、そうね、文字を打つ。だからそう、あを打つなら11みたいな。あ、決まりがあったんだ。そう、その11はあだったんだ。で12でいになってみたいな。あだの、あ、なんつうの、こう、あ行で、あ行で、あ、そうそうそう、こうなる、なんつうのかな、1数字の組み合わせでへなるのがあったの。え、それってさ、表があるの。表があるの。でも覚えられるじゃん、そんぐらいだったらさ。いや、でもちょっと難しいかも、パッと出てこないけど、その当時はそうだよね。そうで、みんなそれが打てるから、うん、もうなんていうのかな、公衆電話でパパパパって打ってさ、ガシャンみたいな、面白い。で、ちょっと間違っちゃうと変な文章が入って、うん、これなんだみたいなさなんだろう、なんか暗号が入ってきたぞみたいになっちゃって。なるほどね。つたやから来ましたさんです。今から25年前くらいですが、うん、当時外回りの仕事をしていて、会社からはポケベルを支給されましたよ、はいはいはい、ズボンのベルトに通して腰につけていました、うん、ほとんどが会社からの呼び出しで、すぐに公衆電話を探して折り返し電話します、はいはい、え、何それ、そうなの。それから少しずつ携帯電話が普及してきて、当時通貨セルラー東京の通話しかできない携帯電話を購入しました、はい、電波が悪いと通話が途切れて聞きづらくて、今では考えられないですと。何、通貨セルラー東京。通貨っていう目があったんですよ、そういう。へ、前も出てきたかも。あった、通貨。あ、よくなんかバブルの人たちが言ってるね、通貨って言ってないっけ。通貨通貨だったと思うよ、当時の発音は。分かんないけど、通貨とは言ってなかったと思うけどな。え、折り返し電話かけなきゃいけないんだ、ポケベル。いや、そういう、そういうもんだから。へえ、面白い。というわけで、また8時台で。8時19分です。おはようメバシからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と村井隆です。下半期もどうぞよろしくお願いします。さあ、おはから、今日のメールのテーマはこちらです。携帯電話の思い出。はい、今日は携帯電話の思い出。今日はこんな日なんですよね。ポケベルと PHS のサービスが開始された日らしいです。あーちゃんはガラケーの世代からだったので、この2つ分からなくて、さっきポケベルで深谷さんが、なんか会社からポケベルが呼び出しがあってね、自分で、そう、折り返し電話してるって意味わかんねえって言ってたよね。そう、意味がわからなくて。いや、しょうがない、受信するだけだから。ポケベルってそういうやつだからさ、送信できないから。なんかいいですね。バカにしてんな、その顔は。え、バカにしてないですよ、そうじゃなくて、うん、いや、なんかいいなって思って。そういう時代、それだって爆発的なヒットをしたんだから。でもつんちゃんの母さんは、はい、これこれ待ってたっていうメールなんですけど、ショルダーバッグ。そこまで行くとなみたいな、大きな時代から知ってます。最初は車電話でしたよね。はいはいはい。どういうこと、外でも電話できます、車の中で話せます、そしてなんと持ち運べますみたいな、30万円くらい
円しましたよね。今の感覚なら50万円くらいかな。携帯もピッチも割と早く持ちましたが、持ってるお友達が少なくて話す相手がいなかったのを覚えています、うん、めったにならないしね。スケルトンの小さいピッチが好きだったな。あー懐かしい。平野ノラさんがやってるやつでしょ。あそうそうそう、本当にあんなん、まあ、俺も見たこと、本物は見たことないですけど、うんうん、あの多分だけど東京ラブストーリーかなんかドラマねで出てくると思う。91年ぐらいの、うん、そうだ、肩パッとしてる人たちがまあまあまあ時代そうだった。佐藤さんとか詳しそうだけどな、 その辺は。なんか重さ調べてみたの、このショルダー、うんうん、バッグみたいな電話、ね、900g だって重たそう。そうだね、それを背負って、それだって電話、それは電話だけだもんね、うん、それが荷物ないかもしれないでしょ。こうやって肩にかけるの、それともこう、もう横に斜めかけてできるの。知らない、肩じゃない、わかんないけど見たことないから、面白い。そして高っ。しょうがないよね、外で電話できるすげーっていう時代でしょ、だって。へー、楽しい。トゥパンプスさんです。トゥパンプさん、ハニョンじゃん、のんじゃおはからおはからなんでかぶしたよ。皆様おはようございます。新聞社にいたので一般的な携帯電話よりも前の機種を使っていました。一般的な携帯電話は自動車電話を持ち運びできるようにしたもので、巨大な電池がついていました。今ではお笑いのネタになっているものです。まさにこれですね。あ、これね、これね、うん、うん、個人的に買ったのは PHS でした。ピッチと呼ばれていましたが、今は医療機関など一部での使用のみで一般的には使えなくなりました。自動車電話がルーツの携帯電話、電話機の子機がルーツの PHS。 へえ、地球上ならどこでも使えるイリジウムという携帯電話も仕事では使っていました。ポケベルも持たされていましたが、巨大な携帯電話の方が私の場合は使うことが多かったですね。なんかマグネシウムみたいな言葉が出てきた。全部全部持ってるね。エンタさん、違う、あ、スーパンプさん、ね、でっかいのから、うん、そのピッチも使ってて、普通のも使ってみたいな、ポケベルも持ってたんでしょ。すごいね、すごいね、みんな、もう時代を生きてるよね。ママちゃん、私が初めて使った携帯電話はプリペイドカード式でした。どういうこと。まだ着信音は単音で、うん、自分で着メロを入力していました。高校生の時に使っていた携帯はパカッと開くタイプではなくスライド式でした。ガラケー時代は文字盤を見なくても入力できたので、授業中先生に見つからないように机の下でポチポチやっていました。プリペイドカード式ってどういうこと。だから3000円分みたいなんで、うん、カードを買ってその分だけ会話ができるみたいな。公衆電話みたいな感じだ。あ、そうだから、テレフォンカードを先に買うみたいな。はあ、すごいすごい。着メロはさすがに私も時代でしたよ。違うこと言ってるの。いや、多分今ピンとこなかったな今。あれでしょ、ダウンロードできたんでしょ。うん、私はダウンロードしました。それじゃなくて、ふざけんなよ、何言う。それの話。あ、違う、着メロ入力しないから。そうでしょ、違う、何言ってんの。違う、どういうこと。違う、何。だから昔はその元々は選ぶしかなかったわけよ、入ってるものから選ぶしかなかったわけ、うん、最初はね、携帯に入ってるね。そうそう、でそっから今度は音階が自分で入力できるようになったわけ。ドレミファソラシドっていうのが、音階は自分で、そうで、こうそのふわりも昔はもう雑なやつでさ、うん、細かく譜が、なんか細かく音符が割れなかったんだけど、それがどんどんこう細かく音符がね出てきて、そう、8分音符になったり16分になったりっていうのができて、それをこう入力していくと流れるのよ、その曲が。じゃあなんか楽譜とか見て自分でこう打ってきて、それが、うん、この番号を何回、この番号を何回っていうのを打てばこの曲になりますって本がもうめちゃくちゃあったの。そうなんだ、うん、それをみんな見てこうやって入力して流して、おー何の曲だみたいなので、それを登録してた時代があったわけ。そしたらいつの間にかダウンロードできるようになってて、うん、あらあらみたいなさ。そうだから、エトモメちゃんのメールの時、うんと思って、ダウンロードだよねって。違うよ。初めて。その前の時代があったんだよ。レコチョクとかだもん。うわー、全然最近だよそんなの。100いくらで買うんだね。100歌のレベルでしょ。そう、100歌のレベル。ふざけんなよ、曲が流れてんじゃん。歌流れてんじゃん。それはしかも単音だったわけよ、当時ね。こう入力するときは本当に1音しか出なかったわけ。それがダウンロードかな、なんか入力かなんかなったと思うけど、その4話音かなんかになった時の感動ったらなかったよ。わあ、和音が流れるみたいなさ、ドラムみたいなのが出てるみたいなさ。すごい。わあ、そうか、知らないよね。はい、ちょっと面白いですね。ショックだなやっぱり。酒太郎さんです。酒ちゃん、携帯電話、豊川くんがいつも携帯してるのはうっちのもの、イソヒはもちろんシークレットブーツ。携帯違いだわ。
はい、大昔は携帯というより自動車電話バッテリーほどの本体、まだ家電みたいな受話器、確か2、30万円くらいだったかな、カメラマンが持ってました。さてスマホは去年10月頃から最初は分からず何回か頭にきて投げ捨ててたりしました、うん、カバーしてても傷だらけ。1ヶ月ほど前誤って大沼に落としてしまいました。見えそうで見えない。隣のボート小屋の若い子が来てくれ、なんか四角いのがありますと見つけて網ですくい上げてくれました、うん、しかもすぐ使えた。沈んでから15分ぐらい経ってたのに。お二人はどんなアクシデントありましたか？携帯のアクシデントかありました？まあ忘れちゃったりとかはさしょっちゅうあったけどね、うん、ないみたいなさ、うん、昔は、まあ、今もそうか、昔こう細長いガラケーだったからさ、うんうん、制服のこうポケットとかに入れてチャリこいでるとさ落っこっちゃうんだよね。そうだった、なんかで家帰ってきてないみたいな。ダメねっつってバイト先からのこのルートをさ親と一緒に車、親の電話でだから鳴らしながら、そっかどこだっつって、絶対鳴るはずだからっつって、うん、探し行ったことは3回ぐらいあるよ。でもあーちゃんの世代20代の人は、うんうん、多分コムっていうのがめちゃくちゃ流行った時代で、ウィルコム、うん、あったあのね、それもガラケーのパカって折れるやつじゃなくて、それもほんと1個なってたりして、うん、あったね、こういう、うん、分かるよ、縦長の、うん、でカラフルなピンクとかブルーとかめっちゃあって、うん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 、でこのウィルコムは何が魅力かっていうと、コム同士だったら何時間かけても無料だったの、通話が、はい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 、これがめちゃくちゃ流行った、うん、そうだ、ウィルコム世代あったあった、無料のね、そう、うん、懐かしい。あ、今思えばそうだよな、俺らの時代なんかマジで鬼高かったぜ、携帯同士電話してたら、本当高校生の時とかだって多分バイト代が携帯代だけで消えてくみたいな、うん、やだ、だって3万とか払ってたもん、嘘、超バカみたいじゃない、うん、通話だけよ、ほら、うん、ないんだぜアプリとか。とかさんだって今日携帯持ってきてくれたもんね。そう、昔のちょっと余なんていうの、家持ってたやつあったんですけど、でも、うん、それでもいつのだろうな、もう15年ぐらい前なのかな、すごい割れてる角が。はい、犬に噛まれたんでこれはすいません。でもちゃんと取ってあるんだね、何年も前に。電源は入んないですけどね、今電源入るんかね、何か線があれば、いやどうかね、無理じゃないバッテリーが。でもついたところでね、なんかちょっと怖い、悲しくなっちゃう、元カノとかの思い出が入ってるんでしょ。ああ、笑っとけ笑っとけ笑っとけ、入ってればいいけどね。入ってますよ。おはよう、前橋市から。時刻は8時41分を回っています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と村井隆です。どうぞよろしくお願いします。そして今日から7月、下半期も皆様どうぞよろしくお願いいたします。今日のメールのテーマはこちらです。携帯電話の思い出。はい、今日は携帯電話の思い出です。今日はある日なんですよね。去年ポケベルとね、PHS のサービスが開始された日らしいです。いやー、ちょっといろいろ知らない携帯がたくさん出てきてなんか面白くて、うん、もっとやりたいっていう気分です。嘘だ、そっか、うん、ポケベルの本体すら見たことないんだもんね。そうだね、まあその本体は見たことないね。そうだよね、うん、写真です。本物触ったことないってことだもんね。ないです。そうだよね。そうだから、しかも今日で PHS っていうのが初めて知った、うん、ああそっか、そのものが存在してた。うん、そうだね、うん、ない世代だよね。もちろん使ったことないですもんね。あとショルダーね。ショルダー俺も現物見たことないけど、うん、見てみたいけど、どこかに展示とかされてないんですかね。展示はあるんじゃない、どっかね、ありそうだけどね。だからさっきタカさんが言ってたけど、バラ系の中でもさ、うん、こうシュッ、なんだっけ、スライドするやつね。あ、パカパカじゃなくね。そう、ああいうのとかも、あとはこう携帯がさ回ってワンセグが見えるっていうやつも、はいはい、あのね、この向きがガリッと90度こう変わるやつね。そうそうそう、はいはい、あ、ワンセグ待ったなとかね、はい、ありましたね、ありますけど、いろいろ、うん、暇人太郎さんはね、うん、携帯のアンテナをカスタマイズしたんですよ。はいはいはい、液晶が初めてカラーになった時驚いた。驚いた。え、どういうこと、ま、え、アンテナをカスタマイズ。これ伸びるやつあったじゃん、これ、うんうん、これのなんか先とかを光るやつに変えたりとかさ、喋ってるやつずっとこうピカピカ光ってたりとかさ、あったんだよ、そういうのが。そういうカスタマイズだと思う。先のね。そう、この先の部分、なんかカプセルの薬みたいな、ね、そうそう、あれをこう下光ったりとか色変えたりとか、そういうのはできたんですよ。あ、じゃあそこだけ外するんだ。まあなんか多分そうだと思う。全部は変えられなかったと思うけどな。全部変えられたのかな。でもそういうのやってる人いたよ。液晶が初めてカラーになった。うん、
くりした。覚えてます？覚えてるよ。だって白黒とか、白黒じゃない、なんかそのオレンジだ、昔はさ、うん、緑だったわけ。緑に文字、黒、黒、緑に黒だったの。それがオレンジ表記になった時に、うん、2種類選べるようになった時に、うん、おーってなったもん。緑かオレンジ選べる。そうそう、着信でこの人からなったら緑みたいな、うん、この人からなったらオレンジみたいなのが分けられるから。そういうこと。あ、今光って、そういうのもできたってこと。色も変えられたし、そういう設定もできたわけよ。色が変えられるって、それができた時にすげーと思ったよ俺。うん、彼女からなるときはオレンジにしとこうみたいなさ、遠くから見てあっってすぐ分かるようにみたいなさ、とかね。それが急にカラーになったんだぜ。それはね、すげえ鮮明じゃないけど、急にカラーだみたいなさ、あの驚きったらなかったよね。そうか、じゃあ最初はカラーじゃなかったってことか。なかった、全然。そりゃそうか、うん、いや面白いな、うん。どうぞメールいきましょう。太っちょさんです。太っちょさん、皆様おはからです。おはからです。高校生の時、うん、携帯を高校に持っていくのは禁止でしたが、みんな隠して持って行ってました。そうなんだ、うん、ある日のホームルーム、きっかけは忘れてしまいましたが、担任の先生がお前らも携帯電話隠して持ってきてんだろう、持ってきてるやつは出せと怒り出しました。もちろん誰も出しませんでしたが、先生の怒りが収まらず、うんうん、誰かが携帯出さないと終われない雰囲気だったので、うんうん、自分が出すことにしました。携帯電話を没収されてしまいましたが、先生になんで携帯持ってきてるんだと聞かれ、とっさに母から夕飯何がいいと連絡が来るからですと意味不明な返答をし、先生を呆れさせてしまったせいか、思ったほど怒られず、みんなからは太っちょよくやったとヒーロー扱いされました。ちなみに初めて持ったのはポケベルです。ポケベルを持ってた時、適当にベル板を打ってベルトも作ったりしませんでしたか。してたんですかっていう、これね、懐かしいよね。知らない、ベル板って何普通に電話番号が振り分けられるんですよ。あ、ポケベルにもね。ポケベルにも、うん、080みたいな、そう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 、固有の番号があって、その時って質問なんですけど、090だったじゃないですか、ガラケーの時ってほぼが、うんうん、080じゃないですか大体今って、うん、その時は何だったんですか。ポケベルっていくつだった、普通に0270みたいな、そういうやつじゃなかったっけ。あ、ちょっと覚えてないな。携帯は俺が使ってた時は010だったよ。010、うん、で桁が1個少なかった、010いくついくつ、だから01334だったと思う桁が。はあ、そうなんだ。でそれがどんどん増えてって、うん、足んなくなっちゃったっつんで、090っていうのが出始めたんだ。はあ、そうなんですね。うわ、番号も違うのか。そうだから、その当時0、うん、030が最初だったんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その1とか3とかってついてる数字が9桁になるときに0901いくつ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 っていう風になったわけ。うん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 、わかる。うん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 、元がだから010123456789だったとするじゃん、うん、4567かだったとするじゃん。そうするとそれが0901123みたいな、1123。待って待って、今何の話してるの。番号の例を今だって後で教えるわ。ごめんなさい、理解不能で。そうそうそう、でベルトモっていうのは、うん、やっぱその固有の番号が振られてるから、適当なところに電話が、自分と例えば近い番号とかだったら必ずその回線があるってことじゃん、うん、1個ずらしたりとか数字をずらしたりして、そうすると繋がるわけよ、うん、ね、繋がったところにメッセージ勝手に送って、うん、こんにちはみたいな、ベルトモになりませんかみたいなのを送って。ナンパじゃん。ナンパだよ。だからそれが男か女かも分かんないから、もうギャンブルですよね。だからメルトモみたいなのも流行ったでしょ。あったの、そういうのも。その後にそういう文化が出てたけど、うん、だからそれの一番初期みたいなさ、ベルトモ。すごい、ベルトモってんだ。会ったことないけど、どこどこに住んでるらしいみたいなさ、とか男かみたいな、もしかしたらおじさんかもしれないもんね。分かんないけどね、それはね、当時だから、当時そこまでそういうなんつうの嘘ついくとかっていうのはあんまなかったと思う。みんながみんなとりあえず信用してたから、そんな悪い人いなかった気はするけど。なんかさっきね、放送外でも出会い系サイトがめちゃくちゃ流行ったみたいなんですか。あったあった。そう、その後に、うん、メールが流行って、 i モードが始まって、 i モードっていうのが始まって、そのメールができるようになったから、 e メールが今できるようになって、今のメールがで、それができるようになってから、そのメルトモを募集するっていうんで、メルトモを募集する掲示板みたいなのができて、はい、そこで出会い系みたいな、それがいわゆる出会い系って言われたんだよね。たっつりあーちゃんは出会い系なんてダメですみたいな。あ、そうそう、そういう学校で教わってきた。そうでしょ。だその世代だよね。最初は大丈夫だったの。最初は本当に純粋に、純粋に、言い方悪いな、うん、でもメールをやり取りしましょうよ。だから結局さ、持ってる人が少ないから、うんうん、そのメールだけのやり取り、要はベルトモと
の延長線上にあったわけよ、それは。そうなんだ。でメールだけして、どこに住んでんのみたいなさ、どういう人なのっていうのをこうやり取りしてって、着替えはじゃあお会いしませんかってなるじゃん、そんなの。じゃあ今で言うとマッチングアプリみたいな感じだね。あ、まあだからそうかな、まあ、そう、今めちゃくちゃマッチングアプリ流行ってるもん。 そうだからそうだ、そういう風に形を変えてるんだよ。だから出会い系サイトではありません、うんうん、もっと安全なマッチングアプリですって言われてます。それになったの。だから今その元祖だと思ってください。そうなんだね。懐かしいな。ラジオネームななちゃんからですね、先週スーパーで石焼き芋を買って帰り、1歳半の息子にあげてみました。甘いもの好きの息子は夢中で食べていて、皿洗いしようと少し目を離した時、やけに静かだなと思い息子を見てみたら、なんと私のスマホの充電端子に熱心にさつまいもの実を詰めていたんです。はい、ちょっと待って、やだ、はい、しかもこんな時に限って残り 20%。 必死に取り上げ、爪楊枝と耳かきで 1-2 間格闘し、なんとか端子が見えて充電できることができました。今も接続が悪く、プラグ挿すと硬くて違和感がありまくりです。夏に行く野外フェスが電子チケットで直前壊れたらアウトなので、解散をそうか悩んでいます。まあテーブルにスマホを置いてしまった私が悪いんですけどね。最高だね。子供は何すか分かんないからね。さつまいも詰められちゃったか。あ、そっか、何で出てきた。面白いな、ね、あと目崎さんいますか。あ、ちょっと、はい、こっちからね、こっちからね。あの昨日ね、目崎さんが面白くてファンになりましたって、何か昨日目崎さんしましたっけ。何何、なんかね、中ちゃんが昨日目崎さん面白くてファンになりましたって。昨日何だろう、何かしました。目崎さんいつも面白いから。そうだやめてよ、そういうこと。昨日に限らず、いつもパッと振ったらさ、面白いことバーンと返してくるじゃんかよ。あれだ、昨日はね、水曜日の夜の7時の番組に出てた、あ、なるほどね、うん、それかな。あ、お計らじゃなくてね。そう、お計らじゃないかも。あ、そうだったんだね。お計らで面白いこと言った覚えが全然ない。いや、面白かったです。常に面白いですから。常に面白い。ただまあ本気は出してないけどね。ジャニーズの話をしたことしか覚えてない。あ、そうだった。目崎さんの本気はもうすごいから。まだお計らでは出してないんで。出しません。七人公じゃないと出しません。R いくつで。やべ、ほら、ほら、目崎さんありがとう。ごめんなさい、急に振っちゃってね。中ちゃんメールありがとう。ありがとうございます。キングヤスさんです。皆さんお計らです。携帯電話初めて買ったのは確か20年くらい前、ドコモのガラケーだったように思います。ほうほう。当時好きだった矢井田ひとみさんの曲の着メロを探してはローテーションで書いてみました。携帯人生が大きく変わったのはやはりスマートフォンに切り替えた時です。 SNS をするのが楽しくなり、どんどんハマりました、うん、スマートフォンを落として壊してしまい、それまで集めたデータや画像を失った時のことが最大で最悪の思い出です。絶望しました、うん、いただきます、うんうん。結構最近系ですか。そうだね、スマホだとそうだよね。まあだからさ、あとあれじゃない、どこの会社をさ使うかみたいなのもさあったよね。っていうか携帯会社合戦、選ぶほどなかったけど俺らの時代。あ、だってハワイのママちゃんがさ、ママは最初の携帯はホーマだよって。ホーマ、あ、F-O、そう、あとドコモ MN っていうことね。そうだから、うんうん、もう本当にドコモとかしかなかったみたいな感じじゃない。なかったかな、ドコモと、うん、通貨、さっきのあれじゃないけど、通貨ってメーカーあったんだよ、うんうん。いや、どこだっけな、移動とか、ダカポン、あ、ダカポン、あれなんだっけ、わかんない、それあれ、そのお店か、うん、知らない。あ、ダカポン、お店で、お店か、お店、それ販売店だろ。そっか、ドコモと、なんだっけ、ジェーフォンとかだよね、だからね。ジェーフォン、ソフトバンクの前身でしょ。それも、なんかと融合したんじゃなかったっけ。で、au も、au じゃなかったよね、なんだっけ、あ、KDD と DDI。そうかもしれない。で KDDI になったんだよね。あ、そうかも。で KDD はなんかめちゃくちゃ喋ってるの。あ、全然どうぞ。KDD かなんかは PHS だったような気がする。なんかそう違ったかな。NTT パーソナルとかそんなのもあったけど、確かそれは PHS の会社だったような気がする。DDI は確かでも PHS だった。携帯は、うんうん、そんなになかったような気がするな。じゃあそもそも選べる携帯会社がその当時は結構少なくて。ドコモだけだ。まあほぼほぼみんなドコモだったよね。うん、でもあーちゃんもドコモからですもん。あ、本当に。やっぱだから一番 AU とドコモしかなかった。そんなことないか。うん、一番あれじゃない、老舗だったからだよね、うん、きっとね。なんかドコモが一番安心みたいな、なんか基本ですみたいな、うん、あ、そう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 。なんかだってポケベルはだってドコモのさあれがめっちゃ流行ったの。そうなんですか。ドコモのポケベルっつって、あ、それは会社によってやっぱ違う。会社、他の会社のがあったかどうかも知らないよね。ドコモだったよね。余生が出てた、懐かしい。あ、そうなんだね、うん。あとはね、ラジオネームアレルヤハレルヤさんから、うん、皆さんおはから、おはから。いつだったか留守番に知らないおじさんから、うん、〇〇さんと話がついたから安心して
帰ってこいっていう重い雰囲気の内容のメッセージが入ってきました、はいはいはい、もちろん僕には身に覚えのないことで、うん、こんな大切なメッセージを間違い電話しちゃったんですね。それ以降は一度もかかってきませんでした。それにしても帰れないくらいのことって何をやったんだろうって気になってしまいましたなんかしたんだよ。留守電にね、怖いですね、うん、間違い電話はね、ほんとさ、誰だよってのあるもんね、間違い電話ね。そして、うどん県大好きさん、うん、私が忘れれないことは職場からかかってきた合格通知の電話でした、うん、別の会社の面接試験を終えて切っていた携帯電話を入れると一つ目に受けた会社から着信履歴があったので電話をすると合格したという内容でした、うん、びっくりしたので思わず聞き直しましたと香川県からメールいただいております。ありがとう、ありがとうございます。赤城山大噴火さん、うん、携帯電話は iPhone なんだけど、うん、理由はバッテリー内蔵のケースがあるからなんだよね。外で、バッテリー切れっていうのが絶対に嫌なのでこの点だけは譲れません、うん、バッテリーね、そんなんあんだ、ケースで、すごいね。なんかさ、ガラケーの時にさ、やっぱり中にバッテリーみたいな電池パックか、あそこにプリクラとかを貼るのが多分のんちゃんとかはモロ世代だったと思うモロ世代です。そう、あ、ギャル世代、ギャル世代ギャルっていうか、目崎さんバリバリのギャルでしたもんね。そう、ヤマンバ、ヤマンバ、ヤマンバだったの、すごいね、そんな突き抜けたギャルだったんだチョベリバーって言ってたもん。それ俺らの世代だなそれ目崎さん使ったら相当ダサいぞいや、私はルーズソックスを履きたかったけど、うん、履けなかった世代だ。そうだよね、そうなんだ、ニーハイ世代だから。ああ、はいはいはい、そうだ、なるほどね。でも目崎さん携帯にさ、デコったりとかした？キラキラのなんかシールじゃ。携帯ね、貼った。あ、やっぱほら、めっちゃ貼った。その世代だ、私文字のが早かったからかな。ああ、あとチャラチャラキーホルダーとかつけてた世代ですよね。超つけた。ああ、やっぱそうなんだ、携帯より重いんじゃないか。いたよね、そういう子、うん、いたね、うん、マルキューとかに、ね、なんかいるイメージだけど基本ギャルじゃん。そう、基本ギャルの話。そしてアット FM さんからもメールいただいていたり、ルルちゃんからもメールいただいております、はい、私が初めて携帯電話を持ったのが今から26から27年前ぐらいかな。あの頃は携帯電話のサイズが家の電話のコキぐらいの大きさで、電波も悪くポケベルと2台持ち、今では考えられないほど通話量が高かったんです。スマートフォンって便利だよね。スマートフォンの普及によりなんだか世の中が起きてる事件が昔では考えられないことや事件が起きている。便利なものは危険と隣り合わせ。そうそう、昔ポケベルにベルトもになりませんかって送られてきたな。どこに住んでるのって聞いたら、玉村に住んでる高校生だったらめんどくせえのでその後放置した待ってね、あるんだって、だからそうそうそう、もしかしたら太って塾講師なんじゃないんですか。玉村かどうか知らないけど、玉村じゃないでしょ、あの人じゃない、知らないけどあるんだって。でしかも当時は割とちゃんと言ったんだよ、だからどこに住んでんのみたいなさ、ね、あったの。そう、それは割と真実だったわけよ。今みたいにその寝かまだなんだみたいな時代じゃなかったわけ、じゃあもしかするとここで太っちょさんとルルちゃんがやってた可能性もあるもんね。あ、ゼロじゃないっていうかさ、面白い、運命じゃん顔も分かんないもんね。顔も分かんない、だってさ、写真とか送れなかったでしょ。送れない送れない、文字のやり取りだけですよ。まあそれで合う合わないなんてめったないと思うよ。そうなんだ、メルトモで合う合わないはないと思うな。なんかメルトモ、メルトモっていうかメールはさ、うん、こう RERERE みたいな、はいはい、ついて、ね、すごい量の RE を集めてた記憶がある。ああ、あれすごい嫌がる子もいたよね。 RE で返すのやめてくんないっていう子、確かに全部消してみたいなね、無題で返してくんないみたいなめんどくせえ女いたよというわけで今日皆さんたくさんのメールありがとうございました。江高さんいかがでしたか。とても懐かしい思い出にしてあげました。暇人太郎さんが、私の競馬は030から始まって、あ、古いやつだ、現在は名残が090の後に3が入ってます。ほらほら、そういうことですよ。はあ、伝わった。あとでちゃんと詳しく聞きたいと思います、はいはい、というわけでまた明日お会いしましょう。本日の担当は井崎彩子と村井隆でした。また明日、バイバイ。特に喋ることありません。ちゃんと3秒残したのに。